みむとわいし、わたわしフレンズ、どうも、くさじんです。今日もくさじんチャンネルやってたとこで、くさじんチャンネルのテーマソング、天才くさじんの歌歌ってほしいっていうね、リクエストが何回かのコメントであるからね、ちょっと歌わせてもらいます。ということでみんな、行くぞみんな、一緒にみんな音量上げて、はい、天才くさじん、や、天才くさじん、あ、てん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 、天才くさじん。天才くさじん、あ、天才くさじん、てん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 、天才くさやじん、てれ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 、今日もくさじんチャンネルやっぞ。くさじんチャンネル、パクフラを2体以上倒してからゴールってことで、ここ重要だぞお前。2体すべてじゃなくて2体以上でかれてるちょ。ということはよ、2体倒せばいいんだよ。よくわかんない。だからなんだ、違いはよく俺には分からん。これ、え、無理じゃん。え、あ、木のことか。あー、これあれか、ヒップして、で、あ、じゃ、こいつは、これだ、あ、てちょ、ちょ、お前らじゃ気づかなかった、お前、俺が気づいたんだぞ、これ、普通だったら、常人じゃ気づけなかったからね。これこそ、て、あ、じゃ、じゃ、気持ちいい。クサジンチャンネル。みんな待って、これさ、助走つけたとしても、向こう側届く。気づかないって。スピンでいけってことかよ、最初見えなかったじゃねえか、お前らよ。怖すぎ。いや、とりあえずフラワー取って、ごめん、くそ。いや、行こう。オッケー、うわ、昨日ってこう言ってんな。うわ、これさ、P スイッチ扉マシで閉じ込めなかったな、後続来れねえように。そっちの方が、オッケー。とりあえずここに置いて後続来れないようにして、え、でもこれ、結局届かねえじゃん。え、あ、ほら、見つけちゃったんですけど、ということで。はい、ごめんね。キノピコちゃんごめんね。もう、さっきこれ優勝じゃねえや。1位かけてねえよな。なんで、どんだけたでかい大会になってんの、優勝のわけねえだろ、オッケー。ゆっくりこれ。もう後続は来れねえから、あとボス戦とかさ、あー、いやいや、当選9。クサジンチャンネル。いや、多分これさ、土管猫ちゃんありそうだよな。ほら、ね、クリちゃんだし。猫ちゃんじゃねえじゃねえか、バカ。ちょっと待って、あと、あーは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 ー、まずいぞこれ、ちょっと待って、ドッスンちゃん反応しちゃうよね。あ、上から隙間でな。ごめんね、俺がドッスンちゃん反応させたばっかりにキノピオ死んじゃったじゃねえかよ。で、うわー、ちょっときついな。行かせてからドッスンちゃんに右に行かせてから、うますぎんだろうが、ね、クリちゃんなんていなくても、ここで猫ちゃんほらでしょ。言ったでしょ、猫ちゃんあるって。うわ、でもさ、あれ、これクリちゃんかぶってるとさ、猫反応しねえから一回食らっちゃった方がいいよな。そっちのは猫ちゃんでシャアできるからさ、クリちゃん状態だとシャアできないから。え、これさ、上からショートカットできね、一回食らっちゃってもいいから、ジャンプしていけばゴールまでいけるんじゃね。天才クサジンじゃねえかよ。クサジンチャンネル。みんな急で申し訳ないんだけど、俺結構ツンデレ好きでさ。どうも、クサジンです。なんで俺さ、なんかラブコメとか、なんかリアルでっていうのをラブコメとかのジャンルで、オッケー、ツンデレ好きなんだけどさ、なんで俺ツンデレ好きなんだろうなって思ったことがありましたね。で、考えてみたんだけどね、俺一つきっかけがあったんだよ、思い出した。で、考えてみてね、やっと思い出したんだけど、小学校2年生の時の担任の女の先生がめちゃくちゃ美人で可愛い感じだったんだけど、くっそ性格悪くて、マジで性格悪くて、忘れ物した男の子をビンタしたりするんだよ。おかしいよな。そいつもそいつもおかしいんだけどさ、今の時代どうなのかわかんないけど、そいつさ、給食袋って言って、なんか、昔は給食のお金払うときに、なんか子供にそのお金持たせて担任に渡させてたんだよね。で、そいつ給食袋とか、なんか連絡袋とかを全部、教室のゴミ箱に捨てるやつなんだな。バカなんじゃん。そいつもちょっとおかしいんだけどさ、俺の仲いい友達なんだけどね。でさ、そいつのこと思いっきりビンタしてパチーンって。すっごいきつい先生だったけど、めちゃくちゃ美人なんだけどね。で、ある時俺なんかね、なんか中庭みたいなところで、遊んで、裸足で遊んでたらミツバチを踏んじゃって、それで針が俺の足の上にぶっ刺さったんだよね。それで俺が痛いって倒れてたら、その先生が、お姫様抱っこして俺んこと。で、なんか保健室まで連れてって、その日以来俺ずっとその先生のこと好きだったのよ、マジで。やっぱり、ね、あれだけ性格が、俺もビクビクしてたんだよ、その先生のこと。結構嫌いというかさ、怖いなと思ったんだけど、一日それ優しくされたならね、やっぱり、小学生ながらに20そこらのね、お姉さん好きになっちゃいましたね。とか、負けんのかい！クサジンチャンネル！待って、こいつらなんでやり直しませんか？あ、どうもクサジンです。あれ？さ
三人ともじゃん。え、誰も、あれだよね、積んだりしねえよな。え、全員レーン来てるな。何のためにやり直すんだ、バカだ、あれが。オッケーオッケー。もしも俺これで負けたらね、速攻で俺もやり直しませんか、押して。オッケーオッケー、やり直したるから。オッケーオッケーオッケー。もうこれ、負けはない。確実に負けはない。俺が、1位以外だったらもう1回やれるから。2回やれる俺、権利持っていく。俺だけ2回やれる権利持っていくからって。いや、でもこれ普通に俺勝てそうなの。せっかくだったら権利使いたかったのによ。え、なんでだろう、なんでこいつらやり直そうとしてんの、意味がわかんない。どういう理由だよ。なんでやるまんからやり直しませんか、押せんの。マジで意味がわかんないな。あ、勝っちまったじゃんか。やり直しませんか、押したかったー。サージンタンネル、いや、一人、ケタリコハタチャタナナ、呼びづれえな。どうも、クサージンですわ。なんて呼びづれえ名前って、絶対適当に押すだろ。名前見えんのどうでもいいから適当に押すのやな。愛情が足りん、だからギブアップすることなんだよ。マリオメーカーへの愛情が足りんって。オッケー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 。いや、俺もでも実況者やる前になんか、みたいな、そういう感じの名前だったかもしれん。ごめんな。俺マリオメ、アニメ実況者になる前はマリオメの愛情足りてなかったことは認める。申し訳ない。オッケーオッケーオッケー。うわ、シャガクルうますぎんか、この人マジで。シャガクルっていうジャンルだけで言ったらなんか、日本じゃねえよ。日本トップ100ぐらいは入れるね。謙虚なところ、クサージ好きよね。クサージの謙虚なところ、クサージ好きよ。オッケーオッケーオッケー。おごらない性格好きよ。天才クサージ、あ、天才クサージとか一番調子乗った歌作ってるよな。何が謙虚じゃこら。でも凡人クサージンも歌うことによってちょうどね、中和させてるから許してくれ、みんな。ちょうどプラマイゼロにしてるから。オッケー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 。凡人クサージンの出現率めちゃくちゃ低いけどな。まだまだもっと謙虚に生きなきゃいけないな、やっぱりな。いや、これいけたでしょ、だいぶ差つけてるぞ。勝ったでしょ。いや、金、いや、よい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 よ。いけいけ。これ、鍵扉入って終わりだったっけ、このコース。なんか前にもやった気がすんな。これで、まだかい。30個やるってことは、そうだよな。いや、でも、だいぶ差つけてるからね。いけいけいけ。フラグ、フラグじゃねえぞ、みんな。え、ま、やっと表面来たのかな。二人もようやく俺がな、ずーっとで、500秒ぐらい前な。盛りすぎました。ごめんなさい。誇張しすぎました。500秒ぐらい前に、裏面来たのに、君たち、ようやくここまで来たのかな。まずいまずいまずい。あ、でも、だいぶ差つけてるからいけんだろう。あ、いやいやいや、これない、ちょっと待て、審議、ちょっと待て、俺、いやいやいや、これちゃんとコースがおかしい、コースがおかしい、フラグとかそういうものじゃない、コースがおかしい、みんな。だってさ、これだけ、砲台がから出てくるまでにさ、時間があんじゃん。結構、俺が砲台のところ来てから、ようやくこの、なんだろう、クラウンが出てくるけど、他のレーンの人たちは、俺がこの場所まで来てれば、他のレーンのクラウンちゃんまで出てくるから、フラットになるわけよ、言ってる意味わかる。だから俺、これ、いやいや、ちゃ、俺、これ、まあ、ちゃ、フラグとか関係なく、これはコースが悪い、この構成作者さん。ちょっとよく考えてから投稿した方がいいぜ。あの作りはさすがにね、せっかく俺1位で来てたのにさ、普段回収とかこんな形にしたかったわけじゃねえんだよ。